これなんて読むの？両沖縄様は？これだけで沖縄って読むの？両沖縄なの？いや、沖縄でしょ、その。ん？丸の下が両で、その下が沖縄だよ。神様のってこと？雪がね、秋田のやつけど、ね。誰だろうと、その人の福神漬けってことなの？書いてんの？完全レシピ、ひき肉を炒め、キャベツを炒め、麺入れて、まずはソース半分、残りのソース入れて終了って。これ福神漬け違うじゃん。何が、どれが赤いよ。いろんな福神漬けあるじゃん。だってこっちは、あれ、タカさんの麺と一緒じゃない？これ。で、このね、太角麺っていうの、この。タカさんと一緒じゃない？タカさんだってうねりあるもん。ん？うねり？うん。これストレート麺でしょ。ストレートじゃないよこれ。ストレートじゃん。本当だ。麺作った？はい。お供だよ。お供。お供だよ、姫。はい。どうぞ。召し上がれ。これを焼くの？これ焼くの。もうバレてた。まだだよ、まだだよ。それまだ食べれないよ。なんで？二人が焼かないと食べれないな、みんな。やったやつだ。うん、これで焼くんだよ。二人でかけるさ、じゃんけんで買った人がかけるんだよ。一番楽しいとこだから、これ。まあ、焼くよ。じゃあまず、はい、ママが作っちゃって持ってくるのと、ここで作るのどっち？ここで。みんなで作って食べた方がいい？ん？なんでも、お好み焼きでも。お好み焼きはママ。お好み焼きもここでやって、みんなで食べた方が美味しいんじゃないの？よし、いいかな？いいよ。あれ？ギュッてやんない。硬くない？ガチッて。溜まってたガス。美味しそう。マー君飛んでっちゃう。危ないよ、もう。ちょっと一個はさ、一個はさ、一個。いや、焼きそば焼くのは得意だけど。もう、やって。うん、まくやる。そしたら、お肉をまず焼くんだけど、だいぶ熱いかな、まだか。いつか見て、キャベツだから。あのさ、よく食いすぎない？いいから、このままかな。これ食べればダメよ。入れなさい。はい。はい、りちゃん、はい、混ぜて。マスも入って、ちょっと混ぜて。ゆっくりだよ、ゆっくり。これが何になりますか？これだけとなった。うん。ジュジュしてる。うん、ジュジュしてる。油っ
っこいときに炒まってきた、だいぶけど、まだ赤いやつある。うん、もう少し入れるんですか。いや、大丈夫。そしたら、うわ、すごい焼けてきた。うん、いい匂い。いい匂いだ。お肉の匂い。こうやって焼くんだ。そう。いい、大丈夫。もう少しで。食べて入れてみて。はい、なんだ。強火ファイヤーでいいの？ずっと。なんかもっと食べてんだね。うん。ラーメンは最後だから、まず食べて。うん、あといいかな、あといいよ。よし、あといいかな。あっちあっち巻く。気をつけないと。今使ったね。あっちに。焼けとしない。あ、すごいね。今はお姉ちゃんの応援してて。こぼさないようにってな。お肉焼けちゃうよ、この辺。さあ、今日食べる焼きそばは横手焼きそばですよ。横手焼きそば。横手焼きそば。横手。横手焼きそば。はい。横手焼きそばさんです。なんで横手って言うの？さあ、なぜでしょう。え？横手焼きそばの名前の由来は？由来って何？なぜ横から。手を伸ばしたくなるような美味しさってことかな。すごい美味しくない。あれあれ。麺入れて麺。あ、いい匂い。よかった。はい。マークマ。おお。はい。マークマ。これは入れたい。うん。バッ。うん。飲もうかな。一回目は。おやさんになっちゃった。うん、のわけ。もういいかな。うん？まだだよ。叩かないで。皆さん、なぜ横手焼きそばと言うんでしょうか。新潟町です。青森県青森市の焼きそばは、青森市焼きそば。だとしたら？何言ってるの？だとしたら？美味しそう。秋田県今本市横手。あれ富士宮って知ってるとこだっけ。あ、そういうことなの。そうそう、締め場所。黒石焼きそばの由来はって聞いてるようなもん。そうそうそう。皆さん、あまり押さないよ。うん、うん、ちょっと待って。すごい肉の匂いが強いね。そうだね。肉肉しい匂いするね。そしたら、なぜ二人で同時に喉乾いてるの？私らもいるんだろうか。よし、そしたら、二つ入れるの？ちょっと待ってよ。食べた。落ちた。マーク入れる。少し入れてマーク。え、な。ギュッて押すんだよマーク。もっともっと。え、いいよいいよ。え、え、今怖い怖い。また。何したのですか。またも怖い。今のが怖い。はい、あと終わり一回。はい、そしたらまずこれを焼く。はい、炒めまーす。くち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 くマークだよね。そこばっかりかけてるの。いいよ、いいよ、入れて。全部？うん。なんか匂いがすっごいね。いい匂いだね。マーク、そこなめない。お好み焼きみたいなのに。おいしい。
ちょっと待ってよ。ちょっと待って、こぼれちゃうんだけど。やる。なんでママすごい高いの？ここに入れるの。ここにちょっと、ここに。いや、多分またママが目つぶってって言うんじゃない。目つぶって。ママ目つぶって。目つぶって。ママいい。目つぶって。じゃない。いいよ。いいよ。目つぶって。目つぶったよ。よい？そしたらこれを。なんだこれ。卵焼き。ちっちゃくないこのフライパン。あっち。よしゅう。すごい。これは。卵焼きそば。どうしね。よこって焼きそば。よこって焼きそば。これはもう絶対こうしなきゃダメなの。みたいだね。この卵の黄身を絡めて食べるのね。どこで焼きそば。リノは絡めたくないでしょ。いや、絡めたくない。なんか昨日さ、この黄色いとこじゃなくてさ、この白いとこと食べて。いいんだよ、白身はいいんだよ。よし、そして福神漬けも一緒に食べるんだよ。福神漬け。気をつけないとバッとね。いくよ。なんか無理だよ。マクミ。マクミやるかじゃあ。マク一緒にやる。一緒にいい？絶対失敗するから。え、ここで会計ってする。いかな。それ危ないやつだね。そうだ。もう食べよう。あれやる。入れちゃうよ。あれやる。ニロ？ニロってなんだろう。ニロ？ニロ？ジジジジジジジ。ニノはね、好きなとこでいいよ。誰？マクは焼きそばから。ママ、リノ白い黄身のとこだけ食べて。マクはここ食べた。マク飲むか。白いとこだけ。わかった。ここ。マクコーラくれるんだって言うと。はい。え、本当 OK だよ。うん。じゃあまず見せて。うわー。臭くはない。少しも？寒く？あるよ。ママ食べ物さんって言ったのに。白いのがいいんでしょ？白いとこがいい。なるべくちょっとだけで。これなんだ？ありがとうって。じゃあ、福神漬けを。うん、福神漬けを。マー君、マー君待って。卵食べる？うん、いいよ。かけてもいいし。で、これ。かけるんでしょ？そうだね。かけるとか横に。よし、ご飯。マー君にも。あ、これ。あ、卵は。ご飯あるよ。はい。ママ、これ、取れ。今、取ってあげる。待って。ここに置いて。どれくらい？いっぱいかな。小さくして。さあ食べましょう。いただきます。いただきます。トッパ。はい。乾杯は。なんだ。なんだ。乾杯。はい、乾杯。乾杯。マークちゃんと持ってよ。乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。おいしい。なんだっけこのやつ。よこて。よこてやつ。うん。うん。
パン。どう？どうした？どうする？辛い。辛いのが好き。ご飯食べればいい。辛いって何からなの？くぐんでてる。キムチとご飯合う。白身？マー君はマー君も白いとこ食べる？卵。うちとで卵出るけど、みんなにさ白いとこくれるんだよ、山田先生。そうなの？みんな本当はさ、このオレンジの黄身好きじゃないんだって。だからみんなの分さ、全員の分このオレンジの黄身は取ってくれる。黄身どうすんだろうね、でもお菓子とかやるのかな。黄身は先生が食べてあげる。先生大変だね。けど山田先生たちだけ、他の先生もさ、本当は好きじゃない先生もいるし、好きな人もいるからさ、聞いてさね、好きって聞く。これ2人とも食べてる。みんなね、おとと焼きそばしたの。横手焼きそば食べちゃう。飛ばさないで。くらいものなんてなく、くらも一人じゃない。もう歌った。誰か。横手焼きそば食べちゃったらマリオゲームやる。富士宮は静岡だ。みんなで一緒にマリオゲームやる。いいよ。さあ次はどっちが勝つか。じゃあさあね、1対1はさ、ね、大人と大人。2対2はさ、ね、子供でさ。さあ最初はどっちが勝つかな。競争だよ。また頑張って。ちょテレビゲーム結構好き？テレビゲーム好きだよ。あ、そう？じゃあもうそろそろあれじゃないの？あの今プレス4でしょ？ママこれけちゃう。難しいじゃないの？ママ今食べることになるんだ。もう一回焼くか。もっと食べる人。まだ麺はまだよ。ご飯食べてないよ。麺はまだ。最後。特別にマグネも返して。両手で持つんだよ。ママ、さっきから気がついたんだけど、食べたの。じゃあ今日夜何食べて？焼きそば。夜だよ、夜。マスマーク全部食べた。ごくごくいった。なるほど。やっぱパスタじゃない？綺麗なドムシですね。よし、いいかな。卵食べんの？ママ卵食べんの？音は？マークは？ママもう一回やって。卵だけ食べんの？音は？いってる。下噛んだ。
あるある。下ってここになったかな？頭おかしいな、マー君。りーちゃん、焼きそばは？お？食べる？こんなに。のどぼりの。カンカン行きまーす。カン、カン。私はカン、カン。カン、カン。私はカン、カン。最後も面白いだけだよ、リそれ。うん、いいよ。のどぼりの、カンカンいきます。またロボットやってる。カンカン、私はカンカン。カンカン、私はカンカン。最後も面白いだけだって。カンカンは面白くないよ、リ。せーのー。